こんにちは、まさしです。今日はライティングについてお話ししていきたいと思います。この前 YouTube の動画を撮ってる時に、ライティングは目の前からこう一つライトを焚いてますっていうのをお伝えしたと思うんですけど、厳密には2つの窓があって、私の右側にあるのと、ちょっと左前から窓の光が入ってくる、なのでまあ3つですね。この3つの光を使って今この撮影を行っています。で、今日のライティングの話は、ライトを向ける方向とその量、光の量ですねに絞って話をしていきたいと思います。そしたら2つのポイントを説明する前に、まずこの部屋の電気を全部消したいと思います。では行きます。全部消します。はい、当然、まあ、真っ暗になりますね。今ちょっとこう光が入っているのは、まあ、窓の隙間から入っている太陽の光っていう感じですね。じゃあここから今度は、部屋の電気、天井についている部屋の電気だけつけてみたいと思います。行きます。はい、こんな感じですね。まあ今ちょっとこう左上にあるので、左側のこの壁だけ明るくって、右側がちょっと暗くって、まあ顔はもう結構暗くなってる、こういう状態ですね。で、今度はこの電気を消して、私の部屋の窓ですね、窓は右側と左前あるんですけど、まあ、その窓だけの光にしてみたいと思います。いきます。はい、これが窓の光です。今までで一番顔に綺麗に光が当たっていると思います。で、これにこの前お伝えした正面からライトを一つ当てていると、その光をちょっと当ててみたいと思います。いきます。はい、お帰りなさい。まあ、こういう感じでですね、まあ、壁にも光が適度に当たっていて、まあ、メインであるこの体の部分と顔の部分ですねっていうところにもバランスよく当たっているかなというふうに思って、今この配置で光を当てています。では最初にお伝えした光の方向と光の量を解説していきたいと思います。はい、まずはこのライティングですね。ちょっと影が分かりやすいように強めのライトで設定してますが、今真横から光が当たっています。で、光が当たっているところと当たってないところが綺麗に分かれていると思うんですけど、これをスプリットライティングというふうに言います。スプリットっていうのは分裂とか分割とか言うんですが、真ん中ちょうどで分かれているっていうのがこのライティングの特徴です。結構その映画の雰囲気を出す時の、シーンとかでよく使われるライティングみたいですね。はい、じゃあ次のライティングに行きます。はい、次のライティングはこれになります。ちょっとだけさっき真横だったのが少し右斜め前ぐらいに移動しました。このライティングの特徴は、光が当たってない方の頬に特徴が出るんですが、この頬の位置に影で三角の形が出てきます。ちょっとわかりやすいように、ここをですね、この鼻の影が頬の影とこうつながることで、ここにこう三角ができるんですけど、これをレンブラントライティングっていうふうに言います。レンブラントっていうのは有名な画家の名前で、その方が描く絵が毎回このようにこう三角を作るっていうところから来た名前みたいです。これも結構映画とかでよく使われるライティングの一つになります。はい、では次のライティングに行きます。はい、次のライティングがこれです。さっきと結構似てると思うんですけど、さっきよりもまた少し斜め前の方にライトが移動して、さっきはこの鼻の影が頬の方につながっていて、そこでこう三角ができてレンブラントっていうのをお伝えしたと思うんですけど、今度はこうつながっていなくって、鼻の横にちょっとこう丸い形で影が残っていると思います。これをループライティングっていうふうに言います。ループっていうのは丸いとか輪っかとか、そういう意味ですね。まあ、この鼻の横の影がそこを指すと思うんですけど、結構典型的なあのライティングでよく使われるみたいですね。で、こう私近づくとライトの位置が相対的に右の方に行くので、鼻の影が伸びて今つながってこうレンブラントになりました。で、離れていくと、あの鼻の影が今度は離れて輪っかの方になってループライティングですね。はい、顔近くて失礼しました。じゃあ次のライティングに行きます。はい、次のライティングですね。このライトの位置は今、私の斜め前方から光が入っているんですけど、特徴としてはこの鼻の下に影ができるのが特徴ですね。この影の形が蝶々みたいに見えるっていうところから、バタフライライティングっていうふうに言われています。で、鼻の影だけではなくって、結構この頬の影とか、あと首の下の影とか、結構この顔の骨格が分かりやすく伝わるようなライティングですね。では最後のライティングに移りたいと思います。
はい、最後はもう正面から顔全体に光を当てている状態です。今もう目の前にライトがあって光を正面から浴びています。なので、まあ、影もあんまりできにくいですし、まあ、顔とかこう首とか、まあ、もう全体的に光を当てる方法ですね。これをフラットライティングというふうに言われています。まあ、こう滑らかに全体的に映すライティングですね。はい、っていう感じで今5つのライトの方向と特徴、その特徴をお話ししていきました。ではちょっとさっきのポジションに戻ります。はい、戻ってきました。ちょっとさっきとあの雰囲気が違うと思うんですけど、今ちょっと夕方になって窓からの光が弱くなった分あの少し違いがあります。まあ、こういった感じで自然光を使う場合はあの光の量が時間帯によって変わるっていうデメリットはありますね。でさっき光の方向を説明する時のライトってすごくあの影が目立って強いライトだったと思うんですけど、あのライトを、こういう大きなリフューザーっていうんですけど、光をこう拡散してくれるようなフィルターを通してあげると光が柔らかくなるので、今このようにして使ってます。光の量の調整のことをちょっとお話しすると、この部屋で今キーになる光っていうのはあの外の光ですね。なぜかというとその光は変えることができないからです。まあ、あの工夫次第でレースとか挟むと光は調整はできるんですが、大元の量は変えることができないので、こっちがキーになります。でその光に合わせてメインの照明の量を変えていくっていうような感じですね。例えば今正面の光の量を0にしてみると、こういう感じですね。壁に光は当たってますけども、私の顔は真っ暗だと思います。まあ、若干この頬に光は当たってると思うんですけど、まあ、ほぼ暗い状態なので、ここに光を合わせてあげます。はい、ちょっと強いですね。壁もなんか、私のおでことかもちょっと白く飛んでるので、もうちょっと下げてみます。はい、こんな感じですね。結構外が暗いので、この辺の影とかもまあできつつありますけど、まあ、こういう風な順序で設定していきました。まあ、これがあの自然光ではなくて全部ライトであれば、まずはその被写体に当てる光の量を調整して、その後に背景をどのぐらい明るくするかっていうライトがあったりとか、この被写体の後ろから当てるバックライトとかですね、こう輪郭を際立てる役割をするんですけど、そのライトをどこに当てようかとか、順番にライティングしていくといいと思います。で今お伝えした光の話で共通しているのは、真上から来ている光っていうのはほとんどなかったと思うんですね。まあ、あったとしてもこう斜め上ぐらいっていうところで、結構その外の撮影っていうのが難しくて、日中太陽が真上にある時っていうのは結構その被写体のまあ表情っていうのは影でこう隠れてしまうことがあるので、私が普段外で撮影する場合は結構朝方か夕方暗くなる前ですね、そのあたりの時間帯を選ぶことが多いです。で外で撮影する時はレフ板とか反射板とかこういう大きいのがあるんですけど、そういうのを使うと、じゃあちょっと比較動画ですね、これがレフ板使ってなくて普通に外で撮影している時の動画で、これがレフ板使って反射させている時の映像ですね。結構これ Amazon で2000円ぐらいで、まあ、その反射率も3段階ぐらいで変えれるので結構便利ですね。はい、今日はライティングの方向と、まあ、どういう順番で明るさの量を調整していくかっていう話でした。はい、このチャンネルでは映像制作に関することを発信していますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日も動画を見てくださってありがとうございました。